の方皆さんお願いいたします。もう残りも3曲となってきました。皆さん思い残すことないように盛り上がって踊っちゃってくださいね。11回を迎えているみなとみらいの大盆踊りですが、明日も、こちらの会場で行わせていただきます。明日はですね、また、盆踊りの前には、和太鼓のパフォーマンスですとか、先ほど子ども踊りのお手本を見せてくれたシグネットの皆さんの、踊りの時間なんかもありますので、早いお時間から来ていただいて楽しんでいただきたいなと思います。で、ね、今日はもうちょっと縁日コーナーも終わっちゃいましたので、明日また来ていただいて、お子様たちは縁日を楽しんでいただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。歌ってくださっている方が、今日はこの会場に来ていただいて、先ほどからね生歌で皆さんにもこの盆踊りおもてなし音頭を踊っていただいています。まあ、日本人の思いやりの心、おもてなしの心を歌ったこのおもてなし音頭、ぜひ、ね、皆さんも生歌を楽しみながら踊っていただきたいと思います。おもてなし音頭。Thank you.